この度省エネ大賞を認証を受賞することができ大変光栄でございます。弊社は1984年の創立以来トヨタ生産方式 TPS を実践しながら省エネ化に取り組んでまいりました。製造現場における人に優しい、環境にも優しいからくり装置などはその一つの事例です。また2010年から積極的にソーラーパネルの設置を始め、2030年までに合計約15億元を投資し、工場内で25メガワットの総エネにも取り組んでおります。また2035年工場カーボンニュートラルへのチャレンジ目標を掲げ、その達成に向け日常改善、革新技術、再エネの3本柱での低炭素化、脱炭素化への活動も推進中です。さらに電力供給安定化の補助システムとして蓄エネ装置 AFC を観音工場に設置し、電力供給課題の克服にも微力ながら貢献を図っております。今後も台湾政府の掲げる2050年ネットゼロロードマップに向け、弊社サプライチェーンも巻き込みながら推進し、台湾自動車産業の持続的な発展に尽力してまいります。この度は本当にありがとうございました。这里是我们上图空调控制系统，我原本是利用蒸汽来做温度调整，蒸汽在使用的话会有运送损失，那我们这回把它改成一个瓦斯直接燃烧，显示那效果的话大概有30%的节能效果。这是我们的冷冻机设备，它算是我们涂装工程最耗能的设备之一，配合设备的老朽更新，我们把性能系数从原本的 1.2 变升为 6， 性能增加了5倍，达到了节能的效果。接下来为各位介绍，这是我们冷冻机的冷却水塔，主要的耗能就是上面的风扇叶片马达。那我们这次的改善就是将原有的中空铝材质的扇叶换成 FP 材质的扇叶， FP 材质比中空铝更轻了1/4左右，因此可以降低马达的耗能。这边是我们中立工厂的蓄热式脱臭炉，原本中立工厂有4座的直火燃烧式的脱臭炉，目前我们将它改善成1座蓄热式的脱臭炉，同时它的瓦斯使用量也大幅的低减，减少了碳排放量50%，以此达到节能减碳的效果。这是我们设置的太阳能板，那我们现在目前在国内汽车的4户栋的屋顶，我们中立工厂已经设置了2MW的太阳能发电装置，在2030年为止呢，我们预计还要设到12.3MW，我们会努力朝向净零碳排目标迈进。节能减碳。